橋お台スノボ滑りよいしょ、お台ボード滑り、はい、なになになに、絶対無理やと思う。ちょっと練習した方がいいですよね。はい、さあ続いては車内ではですね、はい、まあ、もうすぐねスキー場に着くんですけども、はい、あ言っちゃったスキー場に行くの俺ら、そうやそうなん、てか雪えぐない、すごいな、俺らの身長より高いやん、うわすげえ、うわえぐ、これ家の2階建てぐらいあるよな、あすごいよね。続いてはですね、車内ではこんな企画を今からやりたいと思います。何ですか。題して条件付きしりとり、よいしょ。まあ、今からしりとりをしていくんですけども、はい、普通のしりとりだと簡単なので、うん、なんか条件をつけながらしりとりをやっていけたらいいななんて思っております。なるほどね、はい、まあ、その条件がですね、おかんが言いそうなことをしりとりという。あー、オッケー、おー、まあ、皆さん、ほんとお得意だと思います。はい、あれに出てたやつや。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、はい、はいはい、じゃあ誰からいきますか。じゃあ道から行くか。これからいきますね。じゃあ僕から、はい、あんたいつまで寝てんの。ののなんだ、くだりくだりしたらあかんで。ちょっとごめんなさい、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 聞いたことない、聞いたことない、飲んだくだりしたらあかんで。よわっ、どうした、どうし、どんだくだりってくだりくだり、どういう言葉、なんか飲んで、まあくだりってかして、そんないっぱいしたらあかんでみたいな。え、そんな言葉あります、聞いたことない、あるあるある、のらりくらりみたいな、あ、それ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 、いや、もう出てちゃうやん、のらりくらりしたらあかんで、そうそう、あかんで、ででんぐり返ししたら怪我するで。なんとかでー言うたら多分消すやな、もうでやばいな、あー電気変えとって、おーいー、テロンテロンのシャツで何出かけとんのや。いやいや、今危なかった、これいいの、これいいの、やっぱりこっちにしようかな。おお、いやいやいや、買い物行ってんのかな、ななでしこジャパン、私でも入れるわ。いや無理や、無理や、無理無理、おっと着きました、着いちゃった、早いな、着いちゃったね、一周で終わった、一周で終わっちゃいました。さあ続いては、はい、まあ、さっき車でもチラッと言ってしまったんですが、はい、山形県の花笠高原スキー場にやってまいりました。おー、いやー、スキーすんの、スキー、さあさあさあ、マジ、今日はですね、ナイターのみの開放ということで、うん、こちらのスキー場を貸し切りやって、えー、すごいな、ちょっと待って、スキー場貸し切りってえぐない、やばいよな、どうですか皆さん、なんかスキーとかスノーボードの経験はありますか。したことないです。ほぼないんですよ。したことあるやつも、やめて、ほんでスルーせんといて、いろいろと渋滞してんのよ。ジョー君と共演ぐらいちゃうの。あるちゃんと。でも俺は言うとほんま 4,5 年前にボードして、そっからやってた。あ、そうなんや。じゃあもうやってないということで。そうですね、もう言わない。まあでも体覚えてるかもや。確かに、今日いつでした、正月。ああ、親やるし、もうやってるやん。いや、もうほんなら2週間ぐらい前ってこと。うん、やってるやん、うん、もうちゃんと、全部いろんな板とかも全部買ってやった。あ、買ってんの、今日は全部持ってんの。持ってます。すげえな、ウィンタースポーツすごくいいから、やりましょうか。最大俺らに行くぞ。ウィンタースポーツ寒いと思ってる。全然寒くないから、そっちつけちゃった。一番ごっついジャンパーじゃダウンからね。滑り出したら暖かくなってくるからね。あ、なるほどね。そうですね、体も温まりますから、皆さんたくさん動きましょう。よいしょ。さあみんな、スキーができる、スノーボードができる万全の状態になっていただきましたけど、頑張りました、よいしょ、頑張りました。なんか新鮮やな、こんな感じ。いや初めてやんの。初めて、初めてやね、マジ初めて。みんななんか映像に一人だけめっちゃ可愛いやつ、めっちゃ可愛いねんけど、でかな。いや抜くそうやな、それ。いやめっちゃ可愛いやつ。みんなだいたい腰ちょっとしたら、リュウセも膝ぐらいまでいってんもんな。ちょっとミドル丈のコートぐらい。完璧、完璧、可愛いですよ。可愛いな、それは。さあ、そしてですね、今回行うのはですね、はい、題してなにわ男子お台スノボ滑りー、よいしょ、お台ボード滑り、なになになに、今からですね、お台の入ったこのくじですね、うん、ボックスがあるんですけども、で、そのくじを引いて上からスノボで滑って帰ってきた時に、その披露、そのお題を披露してください。はいはいはい、お題はまああれやけどさ、はい、俺すらスノボやったこともない人おるやんか。はい、お題の前にスノボ練習台まず降りてこれないっすよ。さすがに、こちらはジャニーズやからできるって思われてるのよ。あ、なるほどね。だからジャニーズも人気やで。多分みんな想像してるのは7人とも立ちながら滑ってくるやろ。見とけよ。
あ、一応ですね、はい、あのスノボが怖くて無理だっていう人はこちらのソリもあります。めっちゃいいやん、めっちゃ楽しそう。あれ、そっちはいいな。奥から2番目とかなんかめっちゃいいな。めっちゃ怖い。ソリ乗った時ブレーキできひんからやばいよ。怖い怖い怖い。とりあえず早速行きますか。おいしょ。トップバッター誰が行く？どうする？じゃあ俺から行く。うん、はい、あら、いいの？大丈夫？初めてちゃうの？あ、じゃあ、見てみたい。恭平、恭平、恭平みたいよ。はい、じゃあ、まず、じゃあ、手袋入るよ。滑った後に絶対滑らないボードを使ったものを。このボケ、このボケ、このボケ、滑らない。じゃあ、皆さん、はい、まあ、恭平くんが、はい、このボケ、完成したらしいので。お、来た。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、恭平、お願いします。で、モノボケです。お、上手。すげえ、すげえ、すげえ。楽しそう。もう、スウェーデン感謝の。すげえ、すげえ、すげえ。後ろ全然近づこの素晴らしい雪山をこの素晴らしい切れ味の素晴らしい包丁で真っ二つに切ってみたいと思います。あ、待ってください、待ってください。優しい。一番おもろかったところ、その僕が撮るところが一番おもろかった。絶対無理やと思う。ちょっと練習した方がいいと思うね。はい、ここにしないと。はい、ここにしないと。はい、え、嘘。これで後ろに引くから、かかとの方に。大丈夫。楽しそう。あんだけ滑れたら楽しい。なかなか難しいですね。難しい。全然できない。だからちょっとこっからちょっと企画を変更しまして、皆さんにこの坂からね、一人ずつ滑ってもらいます。おお。その滑ってるこう映像を撮っていただいて、なにわ男子のウィンターソングがありましたよね、はい、あるに乗せて、やっぱりこうミュージックビデオ風じゃないですか。いいやん。はい、エモく仕上げたいなと思います。いいやん、最高。ファーストテイクスノーボード。そう、ザ・ファーストスノーボード。やばいやばい、最高やん。企画、はい、変更したけど、高橋君のイップスイングを使ってあげてな。いや、大丈夫。これだから曲とかどうするんですか。曲は、冬がくれた宝物がいいかな。ハッピーサプライズのカップリング、はい、あったじゃないですか、はい、の冬がくれた宝物という、僕たちもいいね、冬言うてるしね、うん、はい、その曲に合った笑顔で滑ろう。そう、スマイルでな。そうそうそう、そう、めちゃくちゃスマイルで、ダイヤモンドスマイルで早速やっていきましょうか。はい、行きましょう。スタート、スタート、スタート
何かが変わる気がする。見つめ合えば大事なことまた一つ分かったんだ。一つ分かったんだ。感想できましたね。いやでもこの中でやっぱ一番 MVP な一人だけ急に練習では何もしてんかったのに本番になったら技入れ出したやつ。入れてた。なんかいやすごいよな。ニュースすごかったよ、ね、なんかしてました。僕なんかしゃがみながら回転してましたよ。回転してたよ。回転してたよ。フィギュアスケートの女子フリーでありそうだ。雪をなぞる。いやでも楽しかった。楽しかったな。気持ちよかったね。時間は少なかったけど、みんなこう成長する姿を見せる感じ。うん、確かに。なんか一致団結したよね。みんな掛け声して。やっぱなんか度胸をつけるのもいい機会ですね。そうやね。なあ、ぜひね、みんなでバックにお立ちで。あれ、危ない。経験者からでもあんな見たことないよ。ないない。私バックにお立ちなんかありえ。ありえへんよ。マジで。どっちも見せてくれたもん。今回の旅の目的地でもある銀山温泉に間もなく到着でします。ほんまや。すごい。え、すげえこれ。まあ、すごいね。ワンちゃんとかジャンプしたらあのやつやったら。いや、いけんで。いけ。なんだ。